振る舞いから考える安倍一強のわけ安倍内閣、まあ、支持率は落ちたというニュースがですね、えー、あの、世論調査が各新聞で行われてます、通信社とか。えー、ま、そういう下がったとは言うものの安倍内閣一強と言われる状態が長いこと続いています。まあ、その理由に迫る本というのが注目集まってるんですね。え、中高新書自民党一強の実情という本なんですが、まあ、今朝はその安倍一強が続く理由、野党の振る舞いから考えていきます。 まずは先週木曜成立したテロ等準備罪を新設する改正組織犯罪処罰法。これをめぐる野党の振る舞いです。参議院本会議での採決で自由党の森裕子氏、社民党福島瑞穂氏、又市誠治氏ら7人が投票箱までゆっくり歩いて議事進行を妨害する牛歩戦術で採決に抵抗しました。伊達議長が再三の注意の末に投票終了を宣言し、森裕子氏、福島瑞穂氏、 政治氏の3人の反対票が、時間切れで無効になるというお粗末な展開となりました、まあ、改正組織犯罪処罰法をめぐるこの野党の振る舞いなんですが、ジョーナーさん、どういうふうにご覧になってますかいや、もうここまでのね、ええ、あの学園ものっていうのが、全部このまあテロ等準備罪をですね妨害するために行われてきた、ああの森友学園加計学園園計ねそれでそのまあ野党の中にはね、はい、昔、そういうテロ等準備罪で捕まるような活動に、ですね、まあ、従事されていた方がいっぱいいるわけですよね。警官隊 火炎瓶投げつけたり石投げつけたような人たちが、ええ、まあそういうお仲間。 お仲間の気持ちをほん、忖度してこういうことしてたんだった<あ>とんでもない。こ,こでも出ますか、忖度が。いや、忖度かなと。えーえー、でね、最近あの、中核派で、あの、警官殺して逃げてたやつが捕まったでしょ。はいはい、あれはね、ずっとかまってたんですよね、中核派のやつが。で、なんでこの時点でリリースされたかというと、この法律取っちゃうと中核派がガサ入れ食らうからですよね。は激しくね。えー、はい。そういうふうに言われています。はい。とか、あとは、そのまあ、沖縄のですね、うん、健全な反対運動もありますが、ごく一部ですね、外国人とかを動員して、ね、日東じゃないですよ、資金援助をして、うん、 ね。なんかやってるような運動とかね。で、これがまたそういうね、犯罪組織とかに繋がってる可能性もあるし。あと北朝鮮絡みで言うとね、あの、ま、麻薬とか武器の密輸。ま、こんな問題とかもあったりするので、ま、こういうのやられると困る人たちが反対してるのかなって思われちゃいますよね。だってまともに議論してないですから。でしょ本来の質問時間を学園ものの追求に使って。で、しかもあの学園者はね、何回も言いますけど、あれ被害妄想と伝言ゲームですからね。ただの。で、文科省から内閣府のそのね、規制改革のところに出向してた 官僚がっって言って言の中で、書いた、はいたそういう話で,す、ええ、であの、牧野さんっていう人ね、一回ヒアリング受けた時に、いや、そんな話はなかったって言いつつ、二回目にヒアリング受けた時は、いや、なんか私の方でそういう風に勝手に解釈したかもしれませんとか言ってるわけですはあ、はあ、だから一回目の調査出てこなくて、二回目の調査出てくるんですよ。はい、おかしな話ですよね。ええ、もういろんな人がだってもう証言してるのに、うん、なんでこんなね、うん、あの、まあ、差読能力もないんだ、野党は、ということで、もうみんな結構失望してるんじゃないかと。で、そういう査読能力のない人が、 テレビと新聞の報道だけ信じて、はい、安倍が悪い,いとか言ってんのかなと、思います、ね、さて、その改正組織犯罪処罰法をめぐってはです、ね、民進党の小西博之議員のツイッターで、えー、この発言がです、ね、注目うううされました、小西、4月に改正組織犯罪処罰法、えー、今国会で成立した際の対応として、本気で国外亡命を考えなければならなくなると覚悟していると、ツイッターで宣言をしています。えー、ご存知の通り、改正組織犯罪処罰法、成立したわけなんですが。はい 小西さん宣言言通り国外亡命を実行するののか、まあ、これは言葉のあやだというのかいや、ね、言葉のあやじゃないでしょ。だって、ね、あの、ね、明確に書いてますよ。本気で国外亡命って書いてあるんで、はい、あの、ね、テロ等準備罪みたいな法律のない国に行っていただけるといいと思うんですよ。えーはい、でこれがね、ない国っていうのは確かね、えっ、ー、と、どこえっ、ー、と、ソマリア<ー>なんか4カ国ぐらいしかないんですよね。うんえー、<laughs> ソマリアお待ちしてますみたいな感じで、はい、小西さんぜひですね、あの、有言実行ということでやっていただければ。うん、で、あれですよ、これもう、あの、参議院議員これ、 これやめて亡命しなきゃいけないですから、はあ、亡命ってことはほら日本国籍も捨てるってことでしょああ、はい、なので、ええ、これあの補欠選挙の準備をしなきゃいけないですね。はい。今からちょっとその選挙区の方ね、ええ、もうちょっともう今頃からあの、タスキ作ったりとか、ポスターね、チラシ、印、え、刷、ー、準備始まると思うんで、そろそろ写真撮影かなんかをね、あの、行わないと間に合わないんじゃないかなと思うんで。はい。はい、さてこの改正組織犯罪処罰法をめぐっては民進党が議論が深まっていないとの <laughs> お前らのせいだろうが <laughs> 何を言ってるんだ、こいつ議論を深めることができなかった原因は、でも、まあ、民ね、先ほどのこの学園ものとゃそうですうもので、時間費やしちゃったあれだけ悪魔の証明やっといてね、だからその、あの、忖度がないというんだったら、ないことを証明してみろ、みたいな話ですよね。それも完全に宇宙人じゃないですか。ね、宇宙人のビリーバーにね、宇宙人なんていないよって言うと、何を言ってるんだと。じゃあ宇宙人がいないことを証明してみろと。ほら、証明できないじゃんやっぱ宇宙人はいるんだ、みたいな。頭大丈夫か、お前は、みたいなレベルですよ。 でも民進党なんてね、はい、高学歴な議員がいっぱいいるんですよ。はい、官僚、ええ、元官僚だっているし、お前ら昔やってたんだから分かるだろうって話なんですけど、ええ、ただね、一個問題があって、ええ、民進党で元官僚って人はね、結構ね、下っ端の頃に辞めてる人が多いらしいんですよ。うん、だからね、こういうのよく分かんないやつがね、ええ、元官僚って言っても、お前やったことねえじゃんみたいなやつが結構いるみたいです。ええ、はい。うん、いやー、だけれどもね、その、例えばその学校法人家計学園の獣医学部新設計画めぐる問題でも、先ほどもあの披露いただきましたけど、 国会のこの攻防が総理のご意向、この文書があるかないかなんていうところで、まあ、あの規制緩和の意義とか、肝心なその論点というのは、議論深まりませんでしかもあれですよ、文科省から出向したやつが、言ってもいないのにね、はい、総理のご意向って、うん、まあ総理のご意向って何かっていうと、はい、規制改革は総理のご意向って書いたんですよ。えー ね、加計学園を認可することが総理のご意向って書いてないんですよ、その文章ね。さらに言うと。で、議事録とかも矛盾しまくってるわけですよ、こいつの書いた個人メモと。だそれ、お前妄想で書いたんじゃねえのと。お前のファンタジーで書いたんじゃねえのみたいな世界で。結局は何でも言いますけど、伝言ゲームと被害妄想が、まあ、この加計学園の問題ね。まあ私はガセ玉学園と呼んでるんですけどね。玉ガセメールの略でえ。ガセ玉学園問題を生んだのかなと。思いますね。どね、この気になる点というのは、文科省と内閣府のこの解釈の仕方がちょっと違ってて、 はい。まあ文書ありました。はい。で、文書あって、文科省は、その、再調査したらありました。発言もあったとも、総理のご意向とか、えで、あった。だけれども、内閣府は、その、まあ文書としてはあったんだけれども、この内容というのがあっていうふうな食い違いがありますよね。いや、だから結局ね、えー、文科省の内部が、要はその、俺たちのね、その、まあ、縄張りを荒らすんじゃねえと、規制改革で。はいえー、もう手触れんなと、もう全部ここは俺たちの甘くり先だしね。はい、一切手つけんじゃねえ、みたいな、はい、そういうノリだったんです。はい。でも、その、まあ、気持ちは、そういう、 いう気持ちで臨んだんですけど、文科省の方は数学ができなくて、ですね論破できなかったわけですよ、うんね、逆に論破されちゃったわけ、えーあの、もしだからその認可を認めないっていことだったら、えー、需要予測を出して、ですね農獣,医があ獣医学部の,その、まあ、需要がないから、はい、だからこれは作れないって言えばよかったんですけど、えー、言えなかったんですよね、えー、で結局それじゃあ言えなくて、でも省内を抑えなきゃいけないでしょ、えー、で何したかというと、いや、もう総理に無理やり強要されて、仕方なくやらせちゃいましたって、自分の役所向けの説明ですよ、あんなの、単純に。今回ののの世論調査でもも支持率は落ちたというもののじゃあ 民進党のね支持率が上がったかっていうと、ね、そうでもないんですよ、ね、その通りですよ、えー、あんなの見てだって支持できるわけないじゃないですか、うん、でしかもね、ね、まあ、この民進党っていうのは、まあ、今、これからやらなきゃいけない安全保障の問題とか憲法の問題、はい、まともに話し合えば分裂しますからそれを避けて通るために党内事情でこういうことやって暴れてるんでしょううしよよもないですよねとなると安倍一強しばらく続くと。 あんまり言えなかったですけど、ええ、経済政策で見ても安倍さん以上にまともな政策を出している政党がないですからね、ええ、悔しかったらそれを出せと。うん いうふうに思いますね。はい、犯罪処罰法。これをめぐる野党の振る舞いです。参議院本会議での採決で自由党の森祐子氏、社民党福島水穂氏、又一誠司氏ら7人が投票箱までゆっくり歩いて議事進行を妨害する牛歩戦術で採決に抵抗しました。伊達議長が再三の注意の末に投票終了を宣言し、森祐子氏、福島水穂氏、又一誠司氏の3人の反対票が時間切れで無効になるというお粗末な 展開となりました、まあ、改正組織犯罪処罰法をめぐるこの野党の振る舞いなんですが、城南さん、どういうふうにご覧になってますかいや、もうここまでのね、ええあの、学園ものっていうのが、全部この、まあ、テロ等準備罪をです、ね、妨害するために行われてきた、ああの森友学園加計学園ね。それでそのまあ野党の中にはね、はい、昔、そういうテロ等準備罪で捕まるような活動にです、ねまあ、従事されていた方がいっぱいいるわけですよね、うん、警官隊に火炎瓶投げつけたり、石投げつけたりような人たちが。 お仲間の気持ちをほん、忖度してこういうことしてたんだった<あ>とんでもない。こでも出ますか、忖度が。いやー、忖度かなと。えーえー、でね、最近あの、中核派で、あの、警官殺して逃げてたやつが捕まったでしょ。はい、あれはね、ずっとかまってたんですよね、中核派のやつが。で、なんでこの時点でリリースされたかというと、この法律取っちゃうと、中核派がガサ入れ食らうからですよね。激しくね。は,えー、はい。そういうふうに言われています。はい。とか、あとは、その、まあ、沖縄のですね、健全な反対運動もありますが、ごく一部ですね、外国人とかを動員して、ね、日東じゃないですよ、資金援助をして、うん、 ね、なんかやってるような運動とかね、これがまたそういうね、犯罪組織とかに繋がってる可能性もあるし、あと北朝鮮絡みで言うとね、あの、ま、麻薬とか武器の密輸、こんな問題とかもあったりするので、こういうのやられると困る人たちが反対してるのかなって思われちゃいますよね。だってまともに議論してないですから。でしょ本来の質問時間を学園物の追及に使って、しかもあの学園物はね、何回も言いますけど、あれ被害妄想と伝言ゲームですからね、ただの。で、文科省から内閣府のそのね、規制改革のところに出向してた 官僚牧野さんっていう人ね、一回ヒアリング受けたときに、いや、そんな話はなかったって言いつつ、2回目にヒアリング受けたときやいや、なんか私の方でそういうふうに勝手に解釈したかもしれませんとか言ってるはずです。はあはあ だから1回目の調査出てこなくて2回目の調査出てくるんですよ。はい、おかしな話ですよね。えー、もういろんな人がだってもう証言してるのに、うん、なんでこんなね、うん、あの、まあ、差読能力もないんだ、野党は、ということで、もうみんな結構失望してるんじゃないかと。うんはい、で、そういう査読能力のない人が、テレビと新聞の報道だけ信じて、はい、安倍が悪いとか言ってんのかなと、はい、思いますね。さて、その改正組織犯罪処罰をめぐってはですね、民進党の小西博之議員のツイッターで、えー、この発言がですね、注目うううされました。小西4月に改正組織 犯罪処罰法、今国会で成立した際の対応として、本気で国外亡命を考えなければならなくなると覚悟していると、ツイッターで宣言をしています。ご存知の通り、改正組織犯罪処罰法、成立したわけなんですが、小西さん、宣言通り国外亡命を実行するのか、まあ、これはことで注目されました、小西4月に改正組織犯罪処罰法、今国会で成立した際の対応として、本気で国外亡命を考えなければならなくなると覚悟して いいるとツイッターで宣言をしていますえご存知の通り、改正組織犯罪処罰法成立したわけなんですが、はい、小西さん、宣言通り国外亡命を実行するのか、まあ、これは言葉のあやだというのかいや、こ、えー、のあやじゃないでしょう、だって、えーあのね、明確に書いてますよ、本気で国外亡命って書いてあるんで、テロ等準備罪みたいな法律のない国に行っていただけるといいと思うんですよ、はい、でこれが、ね、ない国っていうのは、確かね、えー、とどこ、えー、とソマリアは<ー>なんか4か国ぐらいしかないんですよね。えー、<laughs> ソマリアお待ち してますみたいな感じで、小西さん、ぜひですね、あの、有言実行ということで、やっていただければ、で、あれですよ、これもう、あの、参議院議員、これ、やめて亡命しなきゃいけないですから、亡命ってことは、これ日本国籍も捨てるってことでしょ、なので、これ、あの、補欠選挙の準備をしなきゃいけないですね、はい、今からちょっと、その選挙区の方ね、もうちょっともう今頃から、あの、たす作ったりとか、ポスターね、チラシ、え、イント準備始まると思うんで、そろそろ写真撮影かなんかをね、あの、行わないと、間に合わないんじゃないかなと思うんで、はい。さて、この改正組織犯罪処罰法をめぐっては、民進党が議論が深まってい いとの <laughs> お前らのせいだろうが、<laughs> 何を言ってるんだ、ええ、こいつは <laughs>、ええ。議論を深めることができなかった原因は、でも、まあ民主ね、先ほどの,この学園ものでたりとか、そうですよ、ねあ、あれだけ悪魔の証明やっといてね、ええ、だから、その,、ええ、あの忖度がないというんだったら、ないことを証明してみろみたいな話ですよね、はい、それも完全に宇宙人じゃないですか。ええええ ね、宇宙人のビリーバーにね、宇宙人なんていないよって言うと、何を言ってるんだと。じゃあ宇宙人がいないこと証明してみろと。ほら、証明できないじゃんやっぱ宇宙人はいるんだ、みたいな。頭大丈夫か、お前は、みたいなレベルですよ。うんうん でも民進党なんてね、はい、高学歴な議員がいっぱいいるんですよ。はい、官僚、ええ、元官僚だっているし、お前ら昔やってたんだからかるだろうって話なんですけど、ええ、ただね、一個問題があって、ええ、民進党で元官僚って人はね、結構ね、下っ端の頃に辞めてる人が多いらしいんですよ。うん、だからね、こういうのよくわかんないやつがね、ええ、元官僚って言っても、お前やったことねえじゃんみたいなやつが結構いるみたいです。ええ、はい。はい、いやー、だけれどもね、その、例えばその学校法人家計学園の獣医学部新設計画めぐる問題でも、先ほどもあの、披露いただきましたけど、 でも国会のこの攻防が総理のご意向、この文書があるかないかなんていうところで、まあ、あの規制緩和の意義とか、肝心なその論点というのは、議論、深まりませんでしかもあれですよ、文科省から出向したやつが、言ってもいないのにね、はい、総理のご意向って、総理のご意向って何かっていうと、規制改革は総理のご意向って書いたんですよね。ええ ね、かけ学園を認可することが総理のご意向って書いてないんですよ、その文章ね。さらに言うと。で、議事録とかも矛盾しまくってるわけですよ、こいつの書いた個人メモと。だそれ、お前妄想で書いたんじゃねえのと。お前のファンタジーで書いたんじゃねえのみたいな世界で。結局は何でも言いますけど、伝言ゲームと被害妄想が、まあ、このかけ学園の問題ね。まあ私はガセ玉学園と呼んでるんですけどね。玉ガセメーの略でね、え、ガセ玉学園問題を生んだのかなと。思いもすけつね、この気になる点というのは、文科省